はい、まめひこチャンネルをご覧の皆様、まめひこの石田です。こんばんは。はい、いかです。前回、前々回と、うん、まあ、このまめひこでやったお芝居のお話をしたんですけど、うん、それでね、そのまあ、さっきもちょっと僕はそういう話したんだけど、うんうん、お芝居って、俺どうしてその成り立ってんのかと前から不思議で、うんうん、その要はどうやってお金にしてるんだと思うわけ、うんうんうん、僕はあの知り合いの役者さんがいて、うんうん、あのプロダクションに入ってる、うんうん、でその子 の、うん、あのブログとかいつもチェックしてて、うんうんうん、でも、うん、ずっとどっか の、 あの舞台に出てるわけ、うんうんうん、あのこれは渡辺恵里さんの主催のお芝居に出てて、うんうんうん、で今度はね、あの、わはは本舗の柴田さんが主催のお芝居に出てるんだけど、うんうん、とかあっちこっち出てるんだけどさ、うんうん、もう時々見に行ったりするんだけど、うんうん、なんかお芝居って言ったって、うんうん、そんな大劇場でやるわけじゃほとんどないじゃない、うんうんうん、ね、100人規模のところとか、うん、まあ小劇場だよね。そうそうそう、まあ、大体そういうとこじゃないですか、うんうん、で大きいだってそんな、まあ、200、300人とか入ればすごい大きいぐらいで、うんうん、そういうところでやれなんか1週間で合計10日間とか、うんうん、まあ、その周りに入ったとしてもね、うんうん、どう考えても、うんうん、その役者さんのギャラとか、うんうん、その大道具小道具、そこの、あの会場費とかを真面目に計算すると、うんうん、元が取れるわけないと思うんだよね、うんうんうん、あれどうやってんだろう、その俺がの知り合いの役者さんはどうやっておまんま食ってんだって不思議でしょうがない。実家が金持ちだいや俺これ実家が金持ちなんだと思うよ。あの実家が金持ちか食えてないかかもしれないね、うん、まあ、大体なんかバイトしながらとかさ、うん、そうそうそう、うん、だから夜のバイトしたりとか、そう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 、だから食えてるか食えてないかっていう、つまり自分の生活費を稼げてることを食えてるって言うんだとすれば、うん、何、その要は演劇を、演劇に関する付随する仕事で、うん、自分の生活費を賄えてるかって言ったら、うんうん、変な話、誰も賄えてないんだよ。そう、なんかその子のブログとかだと、うんうん、今日はお稽古です、うん、でお稽古の後は必ず飲みに行くわけ、うんうんうん、で、うわーとか写真を感動受けてると、うんうんうん、その飲み代どっから出てんのかと俺思っちゃうんだね、うんうん、なんかほら自分の店なんだよ自分の居酒屋の のバイト先なんだよ。ただのボンボンの道楽だよいやでもね、みんな実家が金持ちなんだと思いますよ。そんなわけないだろ。いやでも、むしろハングリーな感じじゃない。いやいや、ハングリーを楽しめてるだけの実家の金持ち度っていうのはあると思う。どうしても実家の金持ちは外せないんですか。いやだって、うん、その計算しても、うん、そのお前が言うように食えてるか食えてないかって言ったら、うん、基本的には食えないはずだよ。だよね。だって役者っていうのは特に、うん、役者には絶対に払われないから。だから舞台監督とか、うんうん、劇場費とか、あそこはもうだって美術とか、うん、まあ、絶対にかかる必要経費っていうものをから先に払っていったら、うん、役者のギャラっていうか役者に対しての支払いは基本的には後回しなはずだよ。でもさ、あの、まあ、実際そのなんかいろんなね、うん、まあ、国運とかいろんな舞台でやると、うん、看板役者がいて、うんうん、やっぱそういう人をまずオファーするところからさ、多分企画が立ち上がるわけでしょ、わかんないけど、うんうんうん、でやっぱ少なからず、うん、あ、やっぱ絶対払わなきゃいけない人と払われない人も、いやそうだよ。だからこの看板、この人がお客を何人持っていて、うん、何人この人のおかげでこれだけ呼べるっていう人は、うん、当然もちろんそれ相応のギャランティーっていうのが発生したとしても、うん、他はいわゆる大きい劇場にのお芝居に出ててもアンサンブルって言われる、うん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 、うわーっていういっぱいいるような人たちっていうのは、もうそれこそ勉強だと思って参加させていただきますっていうスタンスなんだろうから、それでいわゆる食える食えないっていう意味では、ああいうところに出てても食えるかどうかって言ったら食えないんだよ。いやそうだよね。だからそれに付随してなんかわかんない CM、 あ、そうそう、 CM もね時々出たりしてる、ちっちゃな CM に出るとかね、まあその CM がまあいくらかはわからないけれど、そういうこととバイトとなんかっていろんなこと切り詰めて、でもやっぱりバイトバイトって言っても、やっぱり自分が例えばなんか、まあ、女優だったりすればね、うん、そういう女優を救うために夜の飲み屋が、うん、あの小劇場の女優さんばっかり使ってやってるっていう飲み屋もあるし、
でそういうのも嫌でって言ったらやっぱりあとはもう実家が金持ちでもなかなかさ、でもそうは言いながらも、まあ、そういうその立場の役者さんでも世の中に困るといるじゃない、うん、まあ、彼氏が金持ちって言うんでもいいんだよ、ね、彼女が金持ち、ね、彼女が金持ちとか、つまりそうやって応援してくれる人が周りにいるっていう、ダーリンの夢を私が支えてあげなきゃみたいな、うん、っていうような人がね、うん、いるとかっていうんじゃない限りは、うん、基本的に役者をやってそれで、うん、いわゆる飯が食えるっていうのは、うん、まあ、全然いわゆる年金もなければ、ね、社会保険もないわけだから、うん、だからもう本当にそれは、まあ、ミュージシャンもそうだろうけど、ミュージシャンもそうだよね、うんうん、だからミュージシャンもあれで飯が食えてるかって言ったら、まあ、基本的には食えないんじゃない、まあね、コンビニで働きながらやってるわけですからね、うんうんうん、だからそういうもんだと思います、うんうん、その役者さんっていうのはでもほんのごく一握りの人が、うん、その舞台、うん、出身の役者さんが、うん、たまたまなんかね、うん、テレビとか映画に出て、うん、そこからブレイクする人ってまあ、うん、結構いるじゃないですか。いるかなそんな人。いやいるじゃん。まあかといってちょっと具体的に浮かばないでしょ。いないと思うね。もう今多分ブレイクっていうのは、うん、劇場から要はお芝居からそうやってブレイクして、うん、まあ、売れる役者になっていくっていうのは、うん、まあ今ほとんどないんだな。そしたらなんかあんまり夢も希望もないじゃない。いやその舞台っていうのはさ、うんうん、多分、うん、日本のいろんなところですごいね、うん、まあ、この間豆彦の舞台面白かったけど、うんうん、そのすごい面白い舞台が毎日どこかでやっていて、うんうん、それに感動する人がいるんだろうけど、うんうん、一つの舞台って、うん、その目にする人がすごい少ないじゃん、うん、少ないね。で俺もこのラジオ、うん、ラジオこの番組で一生懸命伝えようとしても伝わらないように、うんうんうん、あれがいかに面白かったかなんて、うん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 、誰伝えられないし、もう終わっちゃった芝居は誰も見ることができるんですが、はかないもので、なんか、ただ少しずつ頑張れば頑張るほど、なんか、だんだんなんか知名度が上がってみたいな、そういうなんか期待が持ちにくいというかさ、ないよ、そんな。はっきり言って。だから、俺、やっぱりもう、なんか、新しいし、わかんないけど、仕組みみたいなものは考えなきゃダメだとは思う。その、役者さん、ヒエラルキーみたいな。うん、まあ、わかんないけど、その、新しい形でなんかこう芝居を打っていくとか、うん、新しい形のだから1日4公演、うん、5公演やるとか、うん、はいはい、変な話もう毎日1年間同じ芝居を毎日やり続けるとか、うん、キャッツみたいな、うん、わかんないけどね、うん、つまりなんかっていうことをやる気概がなければ、うん、その食えるか食えないかっていうことだけで考えちゃったら、うん、基本的に食えないし、それどんなこと、じゃあ大きいプロダクションに入って売れる方がいいって言ったって、大きいプロダクションはさ、うん、もう小学生からあお互いしてるわけ。ああそうだね、ね、うん、小学生の時からさ、もう12歳ぐらいにはもうさ、うん、結構なことになっちゃってるわけでしょ。いやそうです。僕はまあ25ぐらいからさ、大きいプロダクションとか目指したってさ、うん、まあなんていうの、可能性がない、うん、だから言ってみれば変な話、全員、うん、それを言っちゃおしめよって世界なの。まあそうですよ。それを100も承知でみんなやってるんでしょ。だってだからなんとなくこうなんて言うんだろう、それを言っちゃおしめよの世界になってるわけ、うん、だからなんかこう俺みたいにこういうね、うん、お店でやったらみたいなことっていうのは、うん、なんかこう難しいとこあるんじゃない。いやまあね、みんながみんなそれお店でできるわけじゃないし、うん、そうこっちだって試行錯誤でやってんだ、うん、そうだけど試行錯誤で何かをやってみるっていうこと以外に、うん、なんて言うんだろう、賞賛はないよね。だって今の現状ではもうダメだってことは分かってるわけだし、うん、まあその誰かいい彼女を見つけるとかいい彼氏を見つけるとか、ね、まあいろんなこと手っ取り早い方法はもちろんあるかもしれないけど、うん、自分の才能に悶々してとしてるよりは、うん、新しいことに挑戦してみるっていうことが必要だとは思ってます。ね、だからもうこの見て役者さんで これ、まあ、そもそもこれだって何十人しか見てないわけやりたいって人がいたら、うん、俺その人のために本書きます。あで豆彦一人劇をね、うん、で私出たいとか、ああ、はいはい、俺出たいっていう人がいればじゃあ、うん、プレゼンしてもらって、うん、オーディションとかするんですか。あまあしてもいいし、うん、だけど基本的には新しいことをやるわけだから、うん、自分の今までの価値観を持ち込もうと思ったらダメだと思うよ。 e モバイルの矢沢永吉みたいなこと。ああそうか日本を面白くしたいんでしょ。いやそうそう、だからそういうなんていうの、なんか私そこまでは無理ですとかっていう風に、うん、やっぱりみんな
見えない何かを作っちゃうんだと思うんだよね。ああ、まあそのままだよね、うん、そんなのだから1日5公演やるって言ったらそこまでは無理とか、うん、そう思うもん、うん、だけど無理かどうかっていうのは、いやまあ無理かもわからないよ、もちろん相談しながらだけど、うん、だけどやっぱり1日2公演ですとか3日間しかやりませんとか何とかしかどうですこうこうこうですで3500円はもういただきますとか、うん、そういうことやってたら、うん、まあじゃあまあ無理かもねってことだし、うん、いやそれでもすごく破天荒なものを作るね、うん、ものづくりのすごい才能、若き才能はいっぱい溢れてるわけだから、うん、でもねこのもうちょっと初老に差し掛かったわけ俺と一緒にやるってことになるとなんかやっぱり面白くしたいからやり、ま、一緒にやりたいんですっていう人以外は難しいね、うん、それが一番大事なんですかね、うん、だからそういう点ではあの俺ももう追い先短い。うん。